はい、素敵なあなたへ、現実シフト専門家の篠崎みどりです。はい、では今日はちょっと猫ちゃんも登場してます。今回の動画では、疲れをもらいやすいエンパス、このエンパスの体質というのは、スピリチュアルな才能の資質なのか、そして仕組みと対策についてお話ししていきたいと思います。そのエンパスって何っていう部分なんですけれども、あのエンパスってなんか共感能力、よくインターネットで検索すると共感能力が高い人みたいな感じで言われてますが、まあまあそんな感じのことです。で、あのなぜ今回この動画を撮ったかというと、あの私自身すごいエンパス体質でですね、やっぱり大変だなと思う時期がありました。なんでこうなんだろうみたいな、そのみんな当たり前にそうだと思って、そういう状態だと思ってたので、私と同じような感覚だと思ってたんですけど、ある時違うことに気づきまして、ちょっと衝撃を覚えた時期が あったんですけど、まあそういった経緯もあったりとか、あとはその私のもとにですね、ご相談に来られる中でですね、結構多いお悩みというのが、例えばセラピーピストさんだったりとか、直接その対面でね、人と関わる方だったりとか、そういう方でですね、ネガティブなエネルギーをもらいやすいんですとか、あとは受けやすいといった相談が結構あるんですね。でそういった時にじゃあどうしたらいいのかっていうところもですね、話してきたので、これ他にも知りたい人たくさんいるんじゃないかなと思いまして、今回その動画に撮ってみました。で基本ですね、人はみんな、スピリチュアルな存在なんですよ。要は霊体と呼ばれる存在ですね。スピリチュアルって何って言われると、そこはもう定義が様々だとは思いますが、まあ、そこはちょっと一旦 Google 先生にお願いするとして、要は霊的存在ってことです。肉体をまとった霊的な存在だということですね。でみんなそうなんですよ。それを感じる強い弱いはあるとしても、みんなそういう存在なんですね、人間である限り。もちろん人間以外の動物ももちろんそうなんですけど、でまあ、例えば視力がいいとか悪いとか、足が速い遅いとか、投げるのが得意不得意とか、まあ、本当にそれぐらいの感覚で、感受性にもですね、強い弱いがあったりして、まあ、人によっては例えばこの人スピリチュアルな人だねっていうような人がいたり、私は全然だわっていう人がいたりとか、そういう表現になっているというだけのことです。そもそもですけど、みんなそうなんです。だからすごくお伝えしたいのはですね、その要は感受性が強くて、要は目に見えないものが見れる、感じるという人がすごいってわけではないんですね。みんな一緒なんですよ。みんなそれができる存在なので、必要以上に崇める必要もないですし、必要以上に怖がる必要もないということなんですね。例えばさっき言ったようにですね、まあ、人はみんなスピリチュアルな存在で、感受性が強い弱いはあるにしても、そういう生命体ではあるんですけれども、例えばそのご相談いただいた、さっきお話に出たご相談いただく方のように、疲れを他人からもらいやすいっていう方だったりとか、ネガティブなエネルギーをもらいやすいという方はですね、自分がその周波数に合ってしまっているということをまずは認識する必要があるんですね。これは全然自分のせいでもないんですよ。合わせていってる自分が悪いだとか考える必要もなくて、ご自身のせいでもないし、むしろ相手のせいでもないんですね。相手がネガティブだからあの人のせいよってことでもないんですよ。これはただ単純にそういう状態であるということだけなので、自分がそこに周波数を合わせに行かなければいいだけのことだったりしますし、相手も相手で、なんて言うんでしょうね、好き好んでそれを体験しているっていう場合がまあ往々にしてあるので、そこはですねやっぱり自由なんで、まあ、そこは相手のせいにする必要もないですし、自分自身を責める必要もないということなんですね。でまあポイントとしては、そういう周波数になっているということをまず知る必要があるということと、なんでかというと、その自覚というか認識をしていかないと改善できないんですね。自分がどういう状態なのか、その周波数を合わせにいってるんだ、もしくは合ってしまってるんだっていうことが理解できないと、そこから合わせないということができないわけですよ。だからまずはそこを自覚して認識することということですね。で例えばその感受性が強い場合、まあ、いわゆるエンパス体質、このエンパス体質にも、強弱あったりするんですけど、どれだけ共感してしまうのか、周波数が合ってしまうのかとか、その強弱はあったりするんですけれども、やっぱり霊的な存在、エネルギー体なわけですよね。でその別の霊的な存在、エネルギーの存在の感情や思考を共感する、もしくは理解する、もしくは周波数を合わせられるということはですね、往々にして目に見えない存在の霊的エネルギーですね、
いわゆるこの世の言葉で言うと幽霊的な存在と、周波数が合ってしまうということもあるわけです。なので自分で自覚しておかないとですね、すぐにその周波数がいろんなところと合ってしまっておかしい状態になってしまうんですね。自分の感情やエネルギーも乱されてしまうということです。よくあるその憑依体質、霊媒体質の人もそうなんですけど、いろんなところと周波数合っちゃうんですね。で合っちゃうから向こうとこうガッチャンコして、そのなんだろう、いわゆる憑依されてしまうとか、そういう状態になってしまうんですけど、それは どうやったら別に怖いことではなくて、それ生きてる人間とも一緒なんですよ。このように肉体を持って生きてるか生きてないかだけの違いなので一緒なんですね。だからどうしたらいいかというと、ただ自分自身のその状態っていうのを自分自身で一番コントロールできるような状態にしておくといいということですね。ブレないような状態にしておくといいということですね。まあよくある例えとしては、これが適切なのかわからないですけど、パレットの上に絵の具があったとして、あなたの色はこの何色っていうのがあったとするじゃないですか。私はだからシアンカラーが好きなので、まあシアンカラー、青緑の色ですね。青緑の色がこうあったとして、でみんな赤とか黄色とか青とか、あの様々な色を持っているとするしますね。それぞれ個性として、で持っていたとして、こう筆でわわっとこう混ぜ混ぜっとしちゃったら、この自分の色は染まっちゃうわけですよ。シアンカラーを保てないわけですよね。でも、ここにもし私の絵の具にプロテクトをかけることができたならば、プラスチックのなんか丸いカバーをかぶせて、このパレットの中に絵の具はあるんだけれども、それが外部から入らないような状態、もしくは仕切りがあるパレットもありますよね。その中に入れておくと色が混ざることはなく、自分自身の色を保てるわけですよ。でそういう状態に、いつでもどういう状態でもできる自分であれば問題ないってことなんですね。この後はちょっと詳しくそこを説明していくんですけど、まあ、基本的に、まあ、ポイントとしておさらいしますけれども、人はみんなスピリチュアルな存在で、そういう霊的、生命体なわけですね。なので視力がいいとか悪いとかというように、感受性の強い弱いっていう個性はあります。なので例えばその強い場合、エンパス体質で非常に感情が入ってきちゃうとか、もらっちゃうっていうような人はですね、まずはそれを自覚して、例えば疲れをもらってるということは、自分がその周波数になっているんだっていうことを知るということですね。で自分のせいでもないし、相手のせいでもない、ただ単純にその周波数を変化させればいいんだっていうことを理解すればいいだけのことです。じゃあそれどうやって防げばいいのさっていうところの話なんですけども、まあ、プロテクトする方法ですね。これはですね、常に自分の状態にフォーカスすることです。自分の内側ですね、エネルギーの状態だったり、感情の状態だったり、思考の状態でもいいです。自分自身の状態にまずはフォーカスするんです。相手のエネルギーじゃないんです。相手がどんなにネガティブでひどい憎悪に満ちた、呪いに満ちたエネルギーを持ってたとしても、影響を受けないとすることはできるんです。仮にそういう人が近くにいたとしましょう。すごいズオーっとこう負のエネルギーを、巻き起こしてるとしましょう。だったとしても、影響を受けなくて済む方法があるんですね。自分の内側にまずはフォーカスして、イメージでもいいです。自分の分かりやすいイメージしやすい映像でもいいです。相手の例えばネガティブなイメージを、自分を通して、例えば分かりやすく言えば愛のエネルギーだったり、感謝のエネルギーだったり、ちょっとなんだろうな、浄化みたいな浄化みたいなエネルギーに変換するイメージをするだけで大丈夫です。そうするだけで、あなたの意識は要は例えば本当は高いも低いもないし、そこで表現するものではないんですけれども、例えばあなたの意識状態が愛とか感謝とか、私服、幸せ、そんなエネルギーの状態が、まあ、ここの状態だったとしますね。で、怒り、憎しみ、呪い、悲しみとか、恨みとか、そういうネガティブなエネルギーの時の状態がここだったとしますね。そうするとあなたはこのエネルギーの状態を自分の意識内側に向けているので、ここの周波数と交わることはないんですよ。仮に影響を受けそうだったとしても、このエネルギーがぐるぐるぐるっとこうこっちのエネルギーの状態に浄化してしまうみたいなイメージですね。イメージでいいですよ。なので、その例えばあなた自身が、自分の内側にフォーカスして、相手のネガティブなエネルギーですねを受け取ってしまったなって感じてからでもいいですし、感じる前でもいいですよ。受け取る前でもいいんです。あなた自身が愛のエネルギーをすごく増幅させて、それに全て変換していくイメージですね。すごくこれこの世的なもので例えやすいのが空気清浄機です。空気清浄機って悪い空気
気をわーって吸っていい空気に変えていくじゃないですか。それです。人間エネルギー正常期になればいいんです。ネガティブなエネルギーもどん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 来なさいよと、吸ってあげるわよと、私のこの愛のエネルギーで浄化してあげるわよぐらいの感覚でいいってことです。別に相手を責める必要もないです。むしろ、どん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 この浄化するからどん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 いい状態になってねっていう思いだけを向けててあげればいいんです。それで意外とですね、それやってると別に相手を変えようとしてないんですけど勝手に変わっちゃうということがよくあります。自分の身の回りの人たちがどんどん状態が良くなるっていうことが結構あります。なのでそれすごくいいので試してみてください。あなた一人がそこにいるだけで周りの人が幸せになったりするのでとてもいいです。はい、で例えばその疲れをもらいやすい状態だったりとか、そのネガティブな状態になりやすい人はですね、ちょっとずつまずはどんな状況とか場所でも影響を受けない方法を毎日毎日練習してみてください。これはまた別の動画でちゃんと詳しく話した方がいいと思うんですけど、例えばどんなことをやっていても、仮にやりたくないことだったとしても、それが自分の遊びのようにやりたいことのように楽しくできちゃったりとか、やりたくなるようなやりたくないことであってもやりたくなるぐらいの楽しいことに変換されちゃったりとか、どういう状況であっても自分の不都合な状況にならない環境を整えることができるんですね。これちょっと結構上級編なので、今回はちょっと割愛しますけど、練習としてはさっき言ったようにそのエネルギーを変換するイメージと、例えばこの皿洗い嫌だなとか、これめんどくさいなとか、これしたくないなっていうのをですね、そういう状況であっても自分自身の内側にフォーカスして、幸せだなっていう状態にしてそれを取り組んでみるとか、幸せだなとか、楽しいなとか、ワクワクするなっていう状態にまずは心の中を整えてから、やりたくない皿洗いをやってみるとか、それをちょっとずつチャレンジしてみてほしいんですね。そうすると今までの皿洗いと全然違う皿洗いになったりするんですよ。これは人に置いて置き換えても一緒です。今までとこのすごい嫌だった人が全然嫌じゃない人になったりするんです。これがすごく効果が絶大なので、ぜひやってみてほしいなと思います。ではその疲れをもらいやすいエンパス体質というのはスピリチュアルな才能質なのか、仕組みと対策についてはどうなんだろうっていうことについて、お伝えしていきましたが、伝わりましたでしょうか。どんな状況ですとか場所、にもですね、影響を受けないブレない自分を取り戻して、自分の世界をですね、どん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 作り上げていってほしいなと思います。はい、それでは、今回の動画が参考になった、もしくはいいなと思った方はですね、ぜひグッドボタン、押していただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録の方もしていただけると大変嬉しいです。あと、そしてですね、質問ですとか感想、こんなことしてほしいなということがあればですね、ぜひ、コメント欄に記入しておいていただければ嬉しいです。ぜひまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。少しでもですね、良かったですとか、いいなと思っていただけた方はですね、ぜひ、グッドボタンですとか、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。こちらすごく励みになりますので、ぜひ、登録、そしていいねボタンしていただけると嬉しいです。で、またですね、動画下の概要欄、こちらの方に LINE 登録のリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからもですね、登録をお願いいたします。こちらはですね、人生をよりよく生きていけるためのエッセンスを含めた限定動画をプレゼントしております。ぜひですね、こちらも受け取っていただいてご活用いただければ嬉しいです。そして質問や感想などはお気軽にコメント欄の方にご記入ください。できるだけですね、今後の動画にですね、反映していきますので、ぜひぜひですね、コメント欄の方もどしどしご記入いただけると嬉しいです。それでは上手に現実シフト、望む現実へシフトしていけるように、このチャンネルがお役立ちいただけるように楽しんで私も配信していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。